中津駅は、大分県中津市、大浅島田にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。大分県最北端の駅。事務官コードは92万507。北九州都市圏に属する中津市の代表駅で、特急列車を含むすべての列車が停車する。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。各ホームには、小倉方に車庫エレベーターが、大分方に、 エスカレーターが設置されている。いずれも踊り場部分へつながっていて、改札外へは乗り継ぎが必要になる。直営駅で緑の窓口が設置されている。1階に改札口、緑の窓口、中津駅名店街などがある。IC カード守護課は2009年3月1日に導入された福岡地区に導入された当初から大分県内では唯一利用可能となった。 大分県内の自動改札機設置は、大分駅に次いで2番目であった。1965年度には、乗車人員が187万954人、降車人員が187万5863人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は115万3742人、降車人員は115万9180人である。 一日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。1972年に、南口側にあった、金棒の工場が閉鎖されて、跡地の再開発が行われるとともに、1977年6月に、駅高架化が、完成や大分交通のバスターミナルも移転も、行われ、 南口側が表口となった。その南口側の大分交通の中津代行ビルに1977年1月に丸四時百貨店が開店し、6月には中津駅名店街が開業。しかし、2020年現在は中津市土産品販売組合のみとなっている。さらに銀行などの金融機関の支店やホテルなども南口に立地するようになり、 これらの一連の再開発は中津市の都市構造を変化させた。ありがとうございます。